皆さんこんにちは、チョコバナナです。今日はですね、この間買ってきたパックをねしているんですが、パックをしながら最近痩せたんだけど特に辛いことはなかったんだよねっていう話をしたいと思います。私ズボラで食べることも好きだし、運動はそんな機会がなくてしないし、まあ動画を見てもらえばわかると思うんだけど、ファストフードが大好きで、まあ最近は行ってなかったけど動画でね好きなだけ食べたりしてたんですけど、まあ、約2ヶ月で体重自体が3キロ減りました。で特にまあ何もしてないって言ったんですけど、私が今回意識したのが生理周期なんですね。だから女性の方しかこの私のダイエット法は参考にならないかもしれないんですけど、まあ、特にきつい食事制限とかもすることなく体重がね何キロっていう目標はなかったんだけど徐々に減っていって、こんな感じでデコルテもね、まあ、マッサージをしたりしてたんだけど、デコルテがちょっと鎖骨がね若干出てくるようになったり、この間アビーチカフェに行った時の写真と1ヶ月前に行ったディズニーの写真なんだけど、こんな感じで足も若干スッキリした感じかなっていう感じなので紹介していきたいと思います。ちょっと意識するだけで生活をね少し変えるだけで変わったのでちょっと紹介しますね。まず生理周期っていうのがあるんですけど、だいたい1ヶ月ぐらいの期間であるじゃないですか。で私が注目しているのが排卵日と生理日の2つなんですね。私はですね3つの期間をすごい大切にしていて、まず1つ目が生理の期間ですね、まあ、これがだいたい人それぞれだと思うんですけど1週間ぐらいだとして、これが1つ目の期間で、2つ目が生理が終わってから排卵日までの期間で、3つ目が排卵日から生理までの期間っていう、この3つの期間を特に重点的にこう生活を少し変えたり食事に気をつけたりしてるんですけど、まず生理中です。この期間は体重を減らすっていうことではなく、なるべく体に負担をかけないようにする期間にしています。私の場合はすごい生理痛重くて、初日から3日目ぐらいまでにかけてまず熱が出るんですよ、まあ、これがね人それぞれだと思うんですけど、まあ、その熱が出る、食欲がない、お腹痛いっていうので、まあ、ここでねご飯が食べられない期間が3日ぐらいあるので、ここでガクッと体重がまあ落ちるってこともあるんですけど、その落ちた体重と同じ分ぐらいその後3日目以降の期間でご飯をちゃんと食べております。ご飯っていうのは麺は私はあんまり意識してるわけじゃないんだけど、あんまり良くないなって思い始めてから麺を食べなくなったんだね。パスタは特に食べなくなったんですよ。ご飯、白米をね食べるようにしてるんだけど、まあ、おかずとかも好きに食べてるし、白米の量もコンビニで売ってる1人前のおにぎりぐらいの量を一つの一食として冷凍してかけてるんだけど、それを一つ食べるっていう感じでその時は食事をしてます。この期間は体重を落とそうっていう意識は全くなく、とにかく体を壊さないっていうか、それ以上生理痛以上になんか別に負荷をかけないようにしてるので、飲み物ずっと私水大好きで、キンキンに冷えた、冷蔵庫でキンキンに冷やしたお水しか飲みたくないっていうタイプだったんだけど、最近はね水は常温で飲むようにしてます。キンキンの水はほんと体が冷えちゃったりするから、夏だったらまだいいんだけど、冬はね体が一回冷えると暖かくなるのに時間がかかるので、お水は基本的に常温で飲むようにしてるし、お水じゃなくって白湯とか、あとは私最近お家にピッて押すとなんか出てくるコーヒーメーカーじゃないけどのお茶バージョンみたいなのもあるので、それでお茶を飲んだりして体を温めてます。なるべくカフェインとかもねあんま良くないんだけど、まあ、そんなことは言ってらんないってことで、あとはホットミルクだったりとか甘い系のものも飲んだりしてます。だからこの期間は体重は気にしてません。生理が終わってから排卵日まで、これが1週間くらいあるんですけど、ここが体重の落とし時です。なぜかっていうと体がねもう人それぞれとかじゃなくてホルモンの働きでその期間は痩せやすい期間になってるんですよ。だからその期間は多分暴飲暴食したとしても全然ね体重は変化しないと思います。私だけなのかもしれないけど、だから私は外食とかはこの期間に詰めるようにしたりしてるんだけど、あとは運動するほど体重が落ちる期間でもあるかなと思うし、食べなければ食べないほど体重が落ちる期間、だからダイエットっていう項目、みんなが思ってる運動だったり食事制限だったりをするのはこの期間がいいかなと思っています。私もその期間がすごい絶好調で体調もいいし、ちょっと痩せてるし、いつもよりね。この後話すんですけど、生理前って食欲が旺盛になるじゃないですか。その時に増えた体重は全部戻ってます。私は月の中で人それぞれかもしれないんだけど、
が、私は3キロぐらい上下します。例えば50キロだとしたら53キロまで行っても、その痩せやすい1週間で53キロがまた50キロに戻ってるみたいな、でもうちょっと頑張れば49キロに行くよっていう感じの期間でございます。なのでこの期間は私は食欲もね、生理前に比べて落ち着いているので、食欲がない時は別に食べなくていいかなっていう感じで、まあ、あんまり良くないのかもしれないけど過ごしていて、お腹が空いたなって思ったらまずはフルーツを食べるようにしています。フルーツだったり野菜だったり、まあ、サラダ系を食べるようにしていて、私は結構自炊する派なので、お料理をしながらリンゴだったりを切ってヨーグルトにつけたりして、まず食べてから料理を始めるんですね。そうすると満腹中枢が少しずつ上がってきて、ご飯ができた頃には先ほどよりお腹空いてないかなってくらいまでお腹がいっぱいになっているので、まあ、学生さんとかでね、お母さんとかがご飯作ってくれるっていう方だったりは、大体のご飯の時間の30分前くらいに、フルーツだったり、あとはトマトとか、あとは普通にキャベツだったりとか、そういう野菜系をね食べるのがいいんじゃないかなと思います。運動的な面では、まあ、結構外食に行くってさっき言ったんですけど、外に遊びに行くといいますか、友達と予定を作って外を歩き回るようにしたり、あとはいつもバスとかを乗ってくる距離に30分歩かなきゃいけない距離だったりを歩いたりしています。できるだけ歩くようにしてるので、この期間は1日2万歩ぐらい歩ってるかなと思います。で、次ここがね大変なんだけど、排卵日って生理が来た日から2週間っていう感じであるんだけど、この期間はどん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 生理日に近づくにつれて食欲も増していくし、体重も全然落ちない、なんなら増える時期なんですよ。で、この期間私は何をしたかっていうと、毎日半身浴を1時間ぐらいしました。で、この期間っていうのは痩せにくい期間なんですけど、体温は高めの期間なんですよ。なので基礎代謝が少し上がってるんですね。だからお風呂に入ってると汗がかきやすい状況になっているんですよ。なので私はもともと半身浴が好きっていうのもあるんですけど、シャワーだけで済ませる日とかもあったんだけど、この2週間は確かに食欲旺盛だからいつもより少し多くなっちゃう時も我慢できなくてあるんだけど、そういう日を、まあ、チャラにはできないんだけど、なるべくなるべくこう減らす努力じゃなくて増やさない努力をしていきたいので、毎日半身浴を1時間から2時間ぐらい、私はすごい長く入れるタイプなので、汗をねダラダラかきながら半身浴を毎日しています。半身浴ができない時は全身浴って言っても、ここら辺まで使って、じゃあ41度から42度ぐらいのお湯に5分間だけ浸かるっていうのをやってるんですけど、5分間浸かって3分ぐらい休憩するんですね。もうお風呂から出て、でもう1回5分間浸かるともうダラッダラに汗かくので、まあ、時間がないって方はそれがおすすめです。運動はねジムにも通ってないし、運動する機会がないからできないんだけど、半身浴をして少しずつ基礎代謝を上げていこうっていう感じで頑張っておりました。お風呂上がりも前まではキンキンに冷たいお水飲んでたし、アイス食べたりしてたんだけど、常温のお水で我慢するようにしました。この期間にもう一つ気をつけたいのが塩分です。どうしても食事の中に塩っていうのは入ってくると思うんですけど、この期間すごくむくみやすいので塩分にはすごく気をつけております。ケチャップとかドレッシング、サラダのドレッシングとか、まあスープに入ってる塩分だったりとか、ここら辺はすごく気をつけていて、まあ、そんなに私濃い味好きじゃない、もともと好きじゃなかったから別に苦ではないんだけど、薄いスープだったりで体を温めたりしていました。それはねちょっと気にすることで、いつもよりかはむくみがマシになったかなっていう気もするし、あとは一日の最後に半身浴か全身浴をすることで汗バーってかいて、そこでまたむくみをリセットできてるっていう感じはしました。食欲旺盛な時、私は我慢をせずに食い尽くしとかやってたと思うんですけど、動画を撮ってるからっていう意識で好きなだけ食べておりました。最初に吸収されるものが炭水化物とか、その脂っこいものじゃない胃にしてからハンバーガーとかを食べておりました。まあああいう日も週に1回2回はあってもいいんじゃないかなと思います。ストレスが溜まるのが一番最悪なので、ストレスが溜まらないようにこの期間は体重が増える期間なんだっていう意識で食べちゃえばいいんじゃないかなと。生理前の暴飲暴食の期間におすすめするのは豆腐とか納豆とか、あとゆで卵系、あれはねすっごいお腹にもたまるし満足感もすごい大きいし、タンパク質なのですごいおすすめです。血を作ってくれるから、ね、そんな感じかな。一番大事なのが毎日体重計に乗ることだと思っていて、毎日体重計に乗ってると昨日より 300g 増えてたとして、明日の食べ物がその瞬間になんか次の日じゃああれ食べるかみたいな、じゃああれ減らすかっていうのが分かるので、まあ、そんな面でも体重計に毎日乗るのは
すごくいいことなんじゃないかなと思います。減ってきてるのを見ると嬉しいし、 100g ぐらいだったら増えてもいいかみたいな感じで考えられるので、まあポジティブにね何事も考えていった方がいいんじゃないかなと思うので、まあ体重計に乗ることぐらいかな。意識したのは、まあ、私がさっき紹介した3つの周期、これらをねうまくね使ってダイエットできたらなと思います。まとめるとですね、生理中は我慢せずに何も考えずに過ごすこと、生理終わってから排卵日まではちょっと自分に厳しめに筋トレしてみたり、駅一つ分歩いてみたり、食べ物を少し減らしてみたりっていう努力をしてみると、ぐんぐんみるみる体重が減っていくってこと。そして排卵日から生理日までは誰しもが食欲が旺盛になる時期なので、1週間に1回2回のご褒美をね与えつつ、少し自分の食事に注意しつつ、ストレスなく半身浴をすることですね。こんな感じです。めちゃめちゃ喋ったからさ、パックがさ割と乾いてきちゃったんよ。基本的に体を温めることと体重計に乗ることと半身浴は最強だよっていうことを今回の動画ではお伝えしたかったので、それが伝わってたらいいなと思います。まあ、自分だけこんなに暴飲暴食なのかなってすごい不安になる方たくさんいると思うんですけど、多分みんな生理前はね食欲旺盛になってモンスターかのように一生食べられるっていう感じの胃になってると思うので、安心してね食べちゃいましょう。ストレスフリーなダイエットをね心がけた方が、一気には減らないかもしれないけど、徐々に徐々に減っていく方が体の負担にもならないんじゃないかなと思います。なんかいいダイエット法があったらね、むしろ私に教えてほしいなと思うので、ぜひぜひコメント欄に書いてくれたらなと思います。それではチョコバナナでした。バイバーイ。